吉田さんお疲れ様です神はサイコロ振らないねアインシュタインは物事全てが公式化されていてそこにはね偶然そうなったとかたまたまそうなったとかっていうのはまあないんではないかなっていうふうにうんまあなんかね、まあ、全てが計算できる法則のもとにあるっていうことをなんとか解釈しようとしてさまざまなあこう相対性理論とかね統一理論とかね ーー MC 事情とかっていうものに解釈しようとしたんですよねところがどうなんですかねまあ私はね偶然とかたまたまとか例外に起きることっていうのはあるんじゃないかなと思うんですよまああの「運」という言葉もありますよね運っていうのはまあ実際に起きるわけですよ、うん、運が良かった運が悪かったとかね で当然そうなるべきことがそうならなかったとかこれ例えと言うとねあの量子コンピューターとかで複雑な計算式その計算式の回答を求めようとして、まあ、例えば、うん、何度も何度も同じ式を計算したら同じ答えが出ますよね。でもたまたまま同じ式なのに 何億回に1回は違う答えが出るみたいなことってあり得るのかなと。それがあり得たみたいなことがね、あったら、神がサイコロを振った瞬間ということなのかなと思うんですよね。うん。でもどうなんでしょうか私はこれあると思うんですよ。例えば昔ね、ファミコンっていうゲームがあったじゃないですか。カセットをカチャンって入れてこうやってゲームするわけですよね。でも、カセットの入れ方が悪くて、 途中でほこりが入ったりとかカセットがもう傷んでいたらなんか通常のゲームとは違うバグみたいなのが起きるわけですよそのバグが起きることっていうのはまさに神がサイコロを振った瞬間ととといううこななのかなと思うんですよねで。そのバグを意図的に起こそうとする試みっていうのがもしかしたら神にサイコロを振らせる行為なのかなというふうに、まあ、幼い頃思ったもんですけどねいかがでしょうかそれじゃあ今日もいってみましょう